東山電営業所、日吉営業所跡地、日吉駅東口のバス折り返し所、東急バス東山電営業所は、神奈川県横浜市鈴木区東山電4丁目35の一に所在する、東急バスの営業所である。日吉駅及び江北ニュータウン地域を主軸に路線を展開する。営業所の略号は、H であるが、これは、 前身の日吉営業所と頭文字が同じため引き継いだものである。最寄り停留所は東山電営業所。また、横浜市営地下鉄グリーンライン東山電駅から徒歩20分。なお、営業所名及び周辺地名は東山田と最後が濁らない。本校では東山電営業所の前身で横浜市港北区日吉4丁目2-7にあった。 東急バス、日吉営業所についても記述する。川崎営業所に次ぐ神奈川県内2番目の営業所として、1962年4月1日に、横浜市港北区日吉4丁目に開設された、日吉営業所が前身である。日吉営業所は東急東横線日吉駅東口の北側に所在した。日吉営業所の跡地は、現在も日吉駅。 東口バス乗り場付近のバス折り返し所として使用されている。日吉営業所が開設されるまでの間は、神奈川県内のほぼ全路線が川崎営業所に集約されていた。高度経済成長期に都心部のベッドタウンとして、神奈川県内の人口が急増する中で、県内には1962年に日吉営業所、多津営業所が相次いで開設した。 川崎営業所の所管路線のうち、日吉駅、津島駅を起点に、横浜市内を運行する旧路線が、日吉営業所へ、主に溝の口から郊外へ向かう7路線が、高津営業所に移管された。日吉営業所時代は、川崎駅や横浜駅へ至る路線も所管していた。当初は、新羽営業所が、まだ開設されていなかったため、 津奈島駅発着路線なども担当していたが、1966年4月18日に、新羽根営業所が開設されると同所へ一部路線を移管した。東急東横線福々線加工事等のため、日吉営業所が手狭となったことと、横浜市営地下鉄ブルーライン開通に伴う、港北ニュータウン地区での路線拡張のため、 1993年10月31日をもって、日吉営業所を廃止、翌11月1日に、日吉営業所を移転する形で、東山電営業所を開設した。東山電営業所の開設に先立ち、一部路線は、新羽根営業所が担当して開設されたが、その際すでに、東山電営業所の停留所名が使用されていた。 日吉営業所の廃止に伴い同営業所の所管路線のうち、日吉線と高田線は東山電営業所へ引き継がれ、日吉駅、津波島駅、日吉駅、津島東4丁目循環、日吉駅川崎駅は新羽根営業所へ移管された。また、高津営業所から、すみれが、丘線、詐欺沼線が東山電営業所へ移管されてスタートした。 東山電営業所の用地は、横浜市営バス、江北ニュータウンに営業所があった用地とともに、江北ニュータウン基本計画の計画書に記載が見られる。また、日本住宅公団の江北ニュータウン計画土地利用計画にも、場という記載とともに営業所用地が当初から計画されていたことを示す記載がある。地元ミニコミッシなどによれば、当初この用地は、 横浜市交通局が使用することを前提に計画されていたようだが、早渕川以北の江北ニュータウン計画地が東京急行電鉄の路線圏エリアであったことから、最終的に東京急行電鉄のバス営業所用地として確保されることとなった。日22日吉駅西口の浜銀通りを出て、日吉駅バスターミナルへ向かう日吉線は、 東北区の北端を東西に走る路線であり、日吉駅と都市機構住宅の三張へ日吉を結ぶ日22、系統と同駅と高田町を結ぶ日21系統からなる。高田町の終点は、高田線などが停車する、高田停留所とは大きく離れたところにあるため、山本記念病院の副名称をつけて区別している。日21系統については、五条防止のため、 方向膜は黒字で表示されていたが、行き先表示器が LED 式となったため一時見られなくなっていた。その後2006年10月頃に LED の表示変更がなされ、系統番号が反転表示になっている。路線全般が境愛地であるが、沿線に住宅地を抱えており、利用者が多いため、運行は大型車によって行われている。かつては、 他の路線とは異なり、バックアイマーカーランプ付きの車両が充当されており、ノンステップ車やワンロマ車が走ることはなかったが、近年ではノンステップバスの運用も増えてきている。大型車で運行されているにもかかわらず、ラッシュ時にはたびたび積み残しが発生し、朝ラッシュ時における日吉駅近くの停留所では、満員通過が当たり前となっている。このため、 乗降客の多いバス停には、臨時の係員も動員され、狭い道での乗降時間短縮を図っている。このため、一部には、中ドア付近の座席を撤去したバスや、中ドア付近の座席を最初から設けず、立席や車椅子のスペースとしたバスが存在した。これらの理由により、日吉線は、東山電営業所でも、需要の高い路線の一つである。かつては、 今より、道幅の狭い箇所がいくつもあり、道路の拡幅に手間取ったため、ワンマン運転の開始は1973年と、非常に遅い時期のことである。最終的には、運転手を動員して、道路の拡幅工事が行われたとのエピソードも、残されている。両系統は、日吉駅新殿坂下間で同一経路を取り、ダイヤも、共通に組まれている。 日中時間帯の運行本数は、日22系統は、毎時8本程度、日21系統は、毎時2本程度となっている。出入庫は、日40系統、高田町と営業所間の改装出入庫、深夜バスの一部で日40系統のいずれかで行う。なお一時期、日吉駅高田町東山電営業所という、入出庫系統が存在したが現存しない。 日40系統は、日21、日22系統などの出入庫として運行される。そのため、書類上は、日吉線に含まれるが、本校では、運行区間の関係上こちらで述べる。前述の理由により、バックカメラ装備の車両で限定運用され、また、日吉駅への到着時は、他系統が使用する。 津波島街道沿いの校舎停留所ではなく、駅南側のバスプールに入る。バスプールの津波島街道側で入り口には、遮断機が設置され、運転手がリモコンによって開閉する。なお、高田駅解説まで、日吉駅方向は、高田停留所には停車しなかった。これは他の系統でも同様である。平日朝には非40系統で往復する運用も、 あり、この運用には、バックカメラ非装備の車両も使用できるため、ハイブリッドノンステップ車や、ワンロマ車が使用されることもある。朝の日吉駅行きと平日朝、夜間の東山電営業所行きは、本数が多い反面、それ以外の時間帯は、運行間隔が4時間以上開くところもあり、休日に至っては、 東山電営業所行きの仕車が13時過ぎとかなり遅く。現在は、日吉駅行き車が平日、土曜、休日ともに18時前後と早い。一時期、綱50、綱54系統が廃止された時期では、下根住宅前から長泉寺間は、一般路線は統計等のみ運行される、独自区間となっていた。 その後、綱50系統が復活し本数が大幅に増えた現在では、東系統の独自区間はの地名不動、長泉寺間に短縮された。非41系統は、日吉川の区間便で運行された。2020年3月1日のダイヤ改正で、休日の運行がなくなり、平日、土曜日の朝時間帯と土曜日の日中の数便のみとなった。 日吉線とは異なり、ノンステップバスが主に使用されていたが、後にワンステップバスの使用も多くなっていた。2020年12月1日のダイヤ改正で日41系統は廃止となった。現在、高田線として運行されているのは、平日朝の2往復のみで、それ以外はすべて日吉線の出入小便となっている。スミレが、 岡線の路線ずさぎ沼駅と川崎市宮前区南部の有馬地区、川崎市、横浜市の境にあるすみれが、岡地区、さらに、広北ニュータウン内の東山電営業所、センター北駅、センター南駅を結ぶ路線である。開業の目的はスミレ、すみれが、岡地区が、東急グループによって開発されたこと、当時から存在した詐欺例に系統で、 積み残しが多発していたことから、地域住民による要望によって開設された路線である。開業当初は、高津営業所の所管だったが、東山電営業所が開設されると、同営業所に一貫すみれが丘東山電営業所管を延伸した。延伸当時は、すみれが、丘行きが中心で、東山電営業所管の本数は少なかった。 しばらくこの路線形態が続いたが、1998年にセンター南に江北東急 SC、2000年にセンター北にモザイクモール江北が開業すると、有馬地区から江北ニュータウン方向への人の流れが加速し、同地区の住民からセンター北方面への延伸が要望された。その結果、2002年のダイヤ改正で、 詐欺01のスミレが丘折り返し便を延伸する形でセンター北方面へ向かう詐欺03、04、05が新設された。また、東山電営業所域も本数が大増発された。上に深夜バスまで設定され、幹線路線へと一気に変貌を遂げた。この際に当初の詐欺01系統の運転は、日中は大半が存在しなくなり、 後のダイヤ改正で完全に消滅した。スミレが丘の折り返し所は減損し、現在は虹が丘営業所書館の他94系統が使用する。その後も買い物客のみならず、主に港北ニュータウンでの宅地、マンション造成による乗客増加が著しく、 本数を増やしても朝ラッシュ時に積み残しを頻繁に起こしていたため、2005年度に青葉台、二重が丘に続く3例目として11.5メートルの長弱ワンステップバス7台が投入された。2006年度にはさらに標準弱ワンステップバスが5台投入され、12台の車両が専属で運用されていたが、置き換えなどで近年はノンステップバスでの運用も増加している。 現在は詐欺レイ1系統が終日、詐欺レ4系統が、おおむね9から18時台に運行され、詐欺レイ3系統は詐欺レイ4系統の、運行時間外となる朝晩に運行される。詐欺レイ1系統の両方向と、詐欺レイ3系統の詐欺沼駅方向は深夜バスの、運行がある。詐欺レ5系統は、片道のみの深夜バスで、 地区センター前までは詐欺01系統と同じルート。スミレが丘を出ると他91、他92系統のルートで、北山大レジオ学院を経由して、センター北駅で終着となる。東路線は、川崎市と横浜市とを結ぶ路線のため、スミレが丘公園停留所を境に運賃が異なる。 川崎市側から乗車する場合は申告制運賃となり、乗車時に降車地を乗務員に申告して、運賃を支払う。深夜バスは、詐欺沼駅発は、すべて詐欺零五系統として運行されているが、詐欺沼駅儀の便は23時台の1台に。 詐欺01系統があるのみで、入庫しないすべての深夜バスが詐欺03系統として、事実上の循環運転のように運用されている。東急バスと川崎市バスの共同運行路線。東急と川崎市バスの共通定期券が発売されている。当初は、高津営業所の管轄だったが、東山電営業所の解説によりか その後、川崎営業所との共感路線となった。川崎市バス、東急バス、川崎営業所担当便はそのままで、東山電営業所担当便が再び、高津営業所の担当となり、事実上、東急バス直営、東急トランセ管理委託、川崎市バスの三者共感路線となったが、川崎営業所廃止に伴う、系統移動により再び、 東山田の単独所管となっている。川崎市バス側は、菅尾営業所及び伊田営業所の管轄となっている。2017年3月までは、伊田営業所発着便のみを伊田営業所が、その他の便は、菅尾営業所が所管していた。詐欺沼駅発のバスには、小杉駅、新城駅行きのほか、久末、野川、伊田営業所行きなど、 詐欺沼口の区間便が存在する。このうち新城駅発着便は平日、土曜の朝夕のみ運行。久末発着便は、折り返しの際、道中、坂下、または、東山電営業所との間で改装され、野川発着便は、ノーマンジ、五谷田橋交差点を経由して、折り返しを行う。また出入庫の一部便は、 営業所と詐欺沼駅との間を、スミレが、丘線として営業する運用も存在する。保管路線として、小杉口では、野川久末線、東路線の中間部にあたる有馬第二団地千年間では、川崎市バス港21系統も並走する。車両は、大型車で、ノンステップバス、ワンステップバスが使用されるものの、主にスミレが、丘線で使用される。 標準借車や、長尺車も使用されることがある。センター北駅と、北、山田、南三田のマンションとを結ぶ路線。日中は、センター南駅にも足を伸ばす。もともとは、東山電営業所折り返しだった、別々の路線で、サレジオ学院経由は、全便センター北駅発着、国際プール経由は日中のみ、センター南駅発着で、朝夕は、 センター北駅発着という路線だった。2002年6月の江北ニュータウンのバス路線ダイヤ改正時に両路線を統合し、循環路線として、サレジオ学院側でも日中のみ、センター南駅便が発着するようになった。しかし、2008年3月の横浜市営地下鉄、グリーンラインの開業で乗客が減少し、 同線開業の約7ヶ月後の2008年11月1日のダイヤ改正で循環線は全廃され、再び東山でに営業勝利開始の別々の路線となった。特に北51、南51系統は、ニュータウン北線多91、多92系統と、センター南駅寺区母間で経路が重複している。 関係で出入小便による運行が残されるのみである。ちなみに、南30番台系統の路線の終点だった、東山電営業所バス停は現在、コンフォール東山電に名称変更されている。なおセンター南駅を発着するバスは、平日よりも、と休日の方が多い。廃止されたセンター北駅サレジオ学院直行バスは、 従来から存在する、サレジオ学院制というバスを生徒以外も利用できるように、携帯変更したもので、途中は無停車であった。ただし、サレジオ学院の登下校時間帯のみの運行で、休校日や休日、試験日など、学校の時間割に合わせたダイヤとなっていた。このほか横浜国際プールでのイベント時には、センター北駅横浜国際プールの直行ビューが、 運行される。新日本製鉄先端技術研究所が千葉県富津市に移転したことによって生じた跡地を2003年から新日鉄都市開発が中心となって再開発した分譲小建て団地アイザック日吉の居住者に対する地域輸送のため2003年9月3日付で開設された。沿線には川崎市立伊田病院があることから 伊庭病院と日吉駅を結ぶ病院輸送の役割も担う。運行開始時は川崎営業所の路線であったが2008年3月30日、川崎営業所から東山電営業所へ移管された。桜が、お帰り口から桜が丘間はフリー乗降性になっており、降りたいところで降車ボタンを押せば自宅前でも降りることができる。 ただし乗車は停留所のみでしかできない。運賃区間は、日吉駅日吉井田坂間は、横浜市内、日吉井田坂から桜が、岡は、川崎市内の扱いとなるが、横浜市発行の経路乗車証などは、日吉駅桜が、お帰り口間で利用可能である。日吉駅日吉町間は、日21、22系統と並走するものの、 その間の停留所は通過となっていたが、2006年9月16日のダイヤ改正で朝ラッシュ時を除き日吉上停留所に停車するようになった。長距アイロを走行するため専用車として小型バスが使用される。運行開始時には日野、ポンチョが導入され、その後は日野、リエッセ、三菱不走エアロミディ ME が在籍していたが、 東山電営業所への遺管時に車両も転属した。非常な狭愛路を走行するため専用の小型バスで運行される。川崎営業所からの遺管時に専用車両も転入した。武蔵小杉駅、武蔵中原駅から杉零六系統は久瀬方面へ、杉零九系統は野川台方面へ向かう路線。杉零六系統の源流は 戦前の八木商会の時代にまで遡る非常に古い路線である。昭和30年代には、マリコ橋を渡って、東京都大田区の玉川園前まで運行されていたとの記録も残っている。杉霊6系統は久末、杉霊9系統は野川まで、皇術の詐欺沼線詐欺霊2系統と並走し、同線と合わせて、武蔵小杉駅、武蔵中原駅から、 乗客の多い中原街道方面の輸送の主力を担っている。平日の朝方は杉零六系統を中心に中原駅止まりが多い。また、杉零六系統は徳持東山電駅の区間が横浜市内となっているが、このうち徳持、道中坂下は川崎市内運賃で乗車できる。ただし現金 IC カードで乗車する場合の措置であり、 横浜市経路特別乗車所及び、川崎市高齢者フリーパスは、通常通り両市外のみでの乗車には利用できない。道中坂下折り返し所は、川崎市バスは市が峰営業所菅尾車庫と横浜市営バス、江北営業所の車両の折り返しにも使用されている。杉礼急系等には、大型中弱車が重当される場合もある。 2018年9月1日のダイヤ改正より、9時から15時の日中時間帯の毎時2本が道中坂下から東山田駅まで延伸された。その後、2020年12月1日のダイヤ改正で、杉霊六の東山田駅乗り入れが廃止された。道中坂下折り返しを基本とし、入庫便は東山田駅入り口まで営業運転を行う。 渋谷駅から江北ニュータウン内の中町台駅まで運行する深夜急行バスである。金曜日祝前日に一便運行され、東京都心の渋谷駅から江北ニュータウンまで乗り換えずに帰宅できる唯一の交通手段となっている。首都高速道路3号渋谷線、東名高速道路を走行することから座席定員制となっており、通勤高速バス用車、 またはワンロマ社が使用される。ルートは、渋谷駅から、詐欺沼駅までは、青葉台営業所が担当する高速青葉台線と、同じ経路、詐欺沼駅からは北山田交差点までスミレが、丘線詐欺礼後系統の経路を通り、北山田交差点から平台交差点まで歴白通り、平台交差点から、中町台駅まで、新横浜元、石川線を通るコースとなる。 センターキッタ駅では、バスターミナルとは駅を挟んで、反対側の歴博通り上にあるバス停に、センター南駅では、駅前のバスターミナルに停車する。東急 E ライナー専用車、東急バスの20周年を期した新サービスとして、2011年11月1日に運行を開始した。平日の朝のみ、片道5便運行されていたが、 2019年3月1日より1日3便に減便された。この路線の目的として、田園都市線の混雑緩和があり、必ず着席乗車できることをメリットとしている。運賃支払いの際に IC カードを使用すると、現金支払い時よりも安い IC 運賃で乗車が可能である。高速道路を経由するため、座席定員制で運行され、乗車時には、 シートベルトの着用が必要となる。校舎は池尻大橋駅と終点の渋谷駅のみ、通勤高速バス用車両、ワンロマ車で運行する。東京都市大学キャンパス間シャトルバス、東京都市大学のキャンパス間を結ぶ路線。運賃は無料だが、乗車時に学内で配布されている、シャトルバス利用券、または学生証の提示が必要。 第3景品道路を走行するため、東営業所担当分は、全便をワインロマ車で運行するが、それらの車両が使用できない際や水曜日、増発便には、E ライナーと走車も充当される。2014年度までは、世田谷キャンパス、轟キ,キャンパスの区間も目黒営業所と共感していたが、現在は、オープンキャンパスなどの祭事に限り轟キ,キャンパスまで乗り入れを行う。 目黒との共感時は、横浜キャンパス、世田谷キャンパス、轟キ,キャンパスの直通便と世田谷キャンパス、轟キ,キャンパスの区間便を、それぞれ数便担当していた。大善寺キャンパス、世田谷キャンパスの便は、毎年4月から7月頃までの期間限定で、運行する。また、2015年度までは、横浜キャンパスを経由していた。 大塚製菓直行バス、大塚製菓日吉工場で、靴の即売会が実施される日に合わせて運行する。東急線日吉駅の改札口前に乗り場案内が、掲出される。廃止路線神奈川線、津島街道を、豆戸交差点まで南下し、その後環状2号を走り、岸根から横浜上浅尾道路を南下する。以前は、神奈川公海道入り口から、 横浜新道に入り、東横反町駅前を経て、松本から泉町経由で、横浜駅西口に向かっていた。日吉駅新横浜駅、新横浜駅横浜駅西口の区間便も存在した。終戦直後に、東京の五反田駅と横浜駅西口を、中原街道、津那島街道経由で結ぶ、長距離路線として立ち上げられた。この時は、 都内の中延営業所が担当した。当時は、都内部分の五丹田駅マリコ橋間は、東京駅まで直通していた。同じ中延営業所の雪が、谷線と同一経路で、マリコ橋からは、玉川を渡り、マリコ橋、菊名駅、六角京横浜駅西口の経路で、運行されていた。その後に、川崎営業所へ移管され、日吉営業所設立後に再移管された。 1964年までに、系統分割が行われ、五丹田駅、綱島駅と日吉駅横浜駅西口になった。その後菊名駅員は、菊名駅放流寺前江北小学校前、菊名橋六角橋北町、六角橋横浜駅西口と横浜駅西口、六角橋白楽駅、菊名橋藤塚、菊名駅に分かれ、1970年以降は、 新横浜駅経由に切り替えられた。1970年代後半に、六角京横浜駅の経路が、東横反町駅泉町経由から、東神奈川駅西口、青木橋経由に変更されている。1985年10月31日限りで、新横浜駅横浜駅西口が廃止され、翌1986年10月31日を、もって、 津奈島駅新横浜駅間も廃止された。日吉駅北津奈島、津奈島駅は、駒岡線の出入庫系統に組み込まれ、東山電への移転と同時に新羽営業所へ移管。現在は、非81系統として運行されている。浦島線横浜市営、バス59系統との共同運行路線で、神奈川線とは、 豆戸交差点東神奈川駅間のルートが異なる。日吉営業所への出入庫系統として、東急に限り、日吉駅まで運行する便も存在した。1991年1月20日限りで、東急が撤退。横浜市営バスも80系統とともに、港北営業所から浅間町営業所に担当が変更された。2021年現在、59系統は、 横浜市営単独で運行が継続されている。遺憾路線側は線、1966年4月18日、新羽営業所の開設と同時に、日吉営業所から遺憾された。2010年7月1日、新羽営業所から青葉台営業所へ遺憾された。駒岡線1993年11月1日、日吉営業所の移転に伴い、新羽営業所へ遺憾された。 鹿島田線川崎営業所担当の元マリコ線の変形として、1963年4月20日付で開設された日吉駅蒲田駅西口間の路線が元祖である。後に都内直通を取りやめ、川崎駅へ向かうように変更された。1993年11月1日、日吉営業所の移転に伴い、駒岡線と一体運用化するため、 新羽営業所に移管された。1997年2月15日限りで廃止された。廃止路線高田線2020年12月1日に廃止となった。イケア広北シャトル2013年3月1日から5月31日までの期間限定で運行されていた路線。世帯営業所新羽営業所が担当していた。 電園町府駅池谷江北シャトルバスに続いて2路線目となる。洋賀駅バスターミナルでは、鶴巻営業所担当の遠礼に系統と同じ4番乗り場から発車した。運賃は無料で第3京浜道路を走行するため座席定員制となっており、ワンロマ車で運行していた。伊憾路線東、山田線高田線、ニュータウン北線2010年10月の 川崎営業所廃止に伴う、系統所管営業所の移動で、他91、他92系統は、虹が丘営業所へ移管された。また、同日のダイヤ改正では、他94系統の復活、他91系統の北山田駅、センター北駅間の区間便新設が実施されている。日吉営業所時代の最末期は、伊須津社で統一され、モノコック社や、 キュービック純正車体、富士重工製車体を仮装したワンローマ車が配置されていた。東山電営業所の発足当初は、日吉営業所から引き継いだ、伊須津車と高津営業所などから転属してきた、日の車という構成であり、しばらくは、この2社で、新車導入がなされた。いすずしは1996年以降、新車導入されなくなったが、2006年から、 再び導入を再開している。2000年から三菱車の配置が始まった。2003年からは再び日野車の新車がワンステップバスを中心に導入され始め、現在では伊須津車、三菱車、日野車が中心となっている。2010年10月より川崎営業所の廃止に伴い、同所から日産ディーゼル製の UAK ワンステップ車が3台。 転属し、全メーカーが揃うようになったが、UAK は2017年度までに、全車助手席となった。近年は、ノンステップバスの都内営業所への転属が目立ち、当営業所には10台のみとなり、ワンステップバスの比率が非常に高まっていたが、2015年度から、エアロスターのノンステップバスが導入され、ワンステップバスを置き換えている。 2014年から全車両を対象に、運行管理、連絡用無線機が、運転席に設置された。創立20周年2代目観光と創車車種は、基本的に大型車で構成される。本営業所所属の車両は、ノンステップ以外の一般路線車は一部を除き、バックカメラを装備している。これは、日吉線で京愛路を走行するためであり、 日吉営業所時代からの伝統である。他の営業所からの転入者が生じた場合は、その車両に対して、バックカメラや、マーカーランプの取り付けが行われることがある。バックカメラとマーカーランプは、ワンステップバスのうち、イスズエルガの過半数、日の、ブルーリボンシティとブルーリボン2の全車、三菱不装、エアロスターのほぼ全車に、装備されている。 もう一つは2004年にいた営業所に先駆けて LED 方向膜の装備が進められたことであり、工術のワンロマ車を含め全車に装備されている。ノンステップバスは神奈川県内の東急バスの営業所としては青葉台営業所の次に導入が早く、2000年に1900番台の三菱不走車5台を皮切りに、その後もしばらく導入が続けられたが、 三菱不装のステップ社は、路線移管や他営業所の経年車置き換えなどにより、淡島、瀬田、高津、新しい湯、虹が、丘などの各営業所に転出した。一時期はすべて日の社となっていたものの、2015年に、標準弱で久々に、三菱不装社が導入されている。また2005年に、スミレが、丘専用に、三菱、 日野製の長尺ワンステップが2006年に同じくスミレが丘線用に椅子図製の標準尺ワンステップが導入された。これらの車両は青葉台、虹が丘に所属している車両と同じく中扉が4枚折り戸になっている。スミレが丘線以外では同様に乗客が多い鷺沼線や野川、久末線でも使用されている。 2011年に導入された H1179 は、東急バス創立20周年企画である、歴代塗装復刻により2代目観光塗装となっている。同社は、H1180 とともに、詐欺沼線での運用が多い。抵抗会社としては、ヒノブルーリボンシティハイブリッドが4台在籍する。最大6台在籍していたが、 2011年の鶴巻営業所へのブルーリボンシティハイブリッドの申請配置を前に500番台の2台が鶴巻営業所に移籍した。主に北山田線や高田線で運行されており、また貸切輸送にも使用されることがある。長尺車をベースに座席定員を多く取ったワンロマ車と呼ばれる車両も通勤高速用車を含めて計5台在籍し、 通常は、東急 E ライナーや深夜急行バス、東京都市大学キャンパス間連絡バスの特定輸送に使用されるが、時折一般路線に入ることもある。2013年3月1日からのヨガ駅イケア、港北シャトルバスの試験運行開始に伴い、同シャトルバスにも使用されており、新羽営業所から青色のイケア塗装のワンロマ車が転入していたが、 試験運行終了時に新羽営業所に戻っている。本営業所に配置されているワンロマ車通勤高速用車は、池ア塗装車を除き車内窓に、日よけのための横引きカーテンの設置改造が行われている。2011年に導入された H1181、2012年に導入された H1283 と、車体再生の際に塗装が塗り替えられ、 新羽営業所から転属してきた H674 は、東急田園都市線のラインカラーである緑色をまとった通勤高速バス塗装となっており、塗り分けはリムジンバスに順次、車体側面に東急バスハイウェイライナーのロゴを入れている。東急 E ライナーや深夜急行バスには、 通勤高速バス塗装の車両を優先的に使用し、検査時にはワンロマ塗装車が使用される。また、ワンロマ塗装車の中には、東京都市大学の広告を貼り付けている車両もあり、同車は貸切登録されているため、東京都市大学キャンパス間連絡バスで使用される。車種はすべて三菱走、エアロスターで統一されており、前面は H1181 と、 H1283 は路線マスク、その他の車両は観光マスクとなっている。初代専用職者桜が、岡線は非常な強哀路を運行するため、専用の小型車で運行されている。以降本説では、川崎営業所担当時代からの車両の変遷について述べる。桜が、岡線の運行開始にあたり、2003年8月に、専用職の日の、 ポンチョ4台を新車導入した。住民の増加とともに利用者数も増えたため、翌2004年4月に、造備車として三菱不装、エアロミディ ME を2台新車導入した。その後も、乗客の増加は続いたため、2005年1月にはより、収容力の大きい日の、リエッセ3台を新車導入し、初代ポンチョと置き換えた。車両代により年出された、 ポンチョ3台は一般職に変更した上で新羽営業所へ転属して綱ナ74系統に投入され、その後に高津営業所へ再転属した。2006年5月16日のダイヤ改正に伴い、リエッセが増車され2台が新車導入。それに伴い、残っていた初代ポンチョ1台も高津営業所へ転出した。2007年4月には、 タマレいご系統解説に伴い、エアロミディ ME が一台世帯営業所へ転出し、リエッセがもう一台増車された。翌2008年春には一台残っていた、エアロミディ ME も世帯営業所へ転出したため、当路線はリエッセに、車種統一された。2013年2月には、世帯営業所から、タマリバーバスで使用されていたリエッセが転入、その後も2019年9月に、 世帯営業所から美術館線で使用されていたリエッセが4台転入した。2017年3月には、世帯営業所からエアロミディ ME が1台戻され、約9年ぶりに桜が、丘船線用にエアロミディ ME が配置されたが、2019年9月に除籍され、再びリエッセに統一された。こうして、桜が、お線ではリエッセが、専用車として使用されてきたが、 リエッセは2011年に販売を終了しため、代替車両の問題が発生しており、近年では、世帯営業所所管の美術館線で使用されていた、リエッセを転属させることで対応してきた。2021年2月1日、新型車両として、ポンチョショートボディを3大新車導入。同時に、ダイヤ改正を行い、乗車定員の減少分を、 便数の増発で対応することとした。以降は順次、ポンチョショートへ車両を代替する予定としている。なお、ポンチョショート導入に先立ち、2019年には、淡島営業所から、八甲バス専用車を借りて、広吉駅周辺などで教習を行っていた。2021年に導入された二代目ポンチョは、一般職で、八甲バスを除いては、 初のポンチョショート導入であり、一般職でのポンチョショート導入は、東急バス初の事例となった。床形状については、ポンチョと ME は、ノンステップ、リエッセは、ツーステップで中扉に車椅子用リフトを、装備している。塗職については、初代ポンチョは前述のように専用職、ウナネ線から転用の ME は、一般職であった。タマリバーバスから転用のリエッセは、 一般色の上に専用マークのラッピングを施していたが、東山電営業所への移管までに全社が一般職に戻された。東急バス、日吉営業所に関するカテゴリー。ありがとうございます。